はい、皆さん明けおめです。プロボーラーの格闘です。今年一発目の動画撮ってます。はい、新しくね2020年にもねもう1個動画上がってるんですけど、あれはだいぶ前にねちょっと撮ったやつでちょっとサボってて、つい最近上げたんですけど、ちょっとねサボってましたね、2週間ほど。はい、で今日やっていく動画こちらですね。ストロングバイト BG。 はい、何が BG なんかっていうと、ここに書いてあるんですけど、このね詳しくはね見てください。ビッグゲームが出るんだそうですの BG です。ビッグゲームが出たらいいなという感じの BG、 こちらを今日は投げていきます。僕バイト自体はねスーパーバイトとかワイルドバイトは投げたんですけど、それ以来ちょっと投げてなかったかな。うん、バイトってね結構ねコアがね一番強いんですよね。ストームのコアでは、バイトシリーズが今のところ一番強い G2 コアっていうのをね使ってるんですよ。はい、なんでね結構先でこう止まってしっかり向いてくるようなイメージがあります。で今回のストロングバイトなんですけど、 NRG のハイブリッドなんですね。カバーストックが NRG のハイブリッドって言ったら、初代のフィジックスですね。もうこれはもういい匂いがしてきますね。もういい匂いがプンプンします。それに最強のコアで3000番のアブラロン、ポリッシュじゃないですよ。なんでもうこれねもうすごいいいボールなんちゃうかなって思います。だから言うたらフィジックスよりもなんか先がすごい来るみたいな感じだと思うんですけど、まあそれはねちょっと一回投げてみてどんな感じかちょっと行ってみたいと思います。あ、ちなみにですね僕のボール、こんな感じで開けております。レイアウトはこちらに出させていただきます。今回はね結構ね先まで行ってくれるような感じで開けてます。ピンはセンターですね。はい、でバランスホールはナッシングです。はい、ちなみにコンディションなんですけど、コンディションは2020年の桑田カップのコンディションですね。今日はそちらを引いて、投げていきたいと思います。それではねまあね今日もねこれやっていくんですけども、とりあえずね僕が投げてる動画一回見てもらっていいでしょうか。それではご覧ください。ストロングバイト BG、 すごいね先でこうなんかブレーキがかかってガッと向いてくれるような感じがしましたね、投げてて。はい、でね
今回のストロングバイト BG ですね。こちら一応ねメーカーさんのやつもねあるんですけどね、ちょっと多分見えへんと思うんで、まあ見てください。気になる人は見てください。今回はこれ僕の感じた感想をやるんでね。はい、まずオイルの強さ、これはですね僕的にはですよ、3.5、 そうですね、もっと強いねオイルに強いボールなんてなんぼでもあるんでね、今回はこんなもんじゃないかなと思います。はい、続きまして曲がり度、そうですね、これもね僕的には 3.5。 はい、結構しっかり止まって抜けてくれるんですけど、それほどこうなんていうんですか、動き幅が出るかって言ったらまあまあそれなりかなっていう感じですね。はい、曲がり方、これはね結構ね中間ぐらい、どっちかというとシャープよりかもしらん。はい、こうスムーズに手前サーッと走ってってくれてね、なんでねそのスキットもね結構出る方やと思いますよ。今回スキットは4ぐらいかな、そうサーッていって、ほんでブレーキがかかってこう向いてくれるっていう感じがします。ピンアクションはもう基本的にはストームは全部いいですよ。はい、ストームでねピンアクションが悪いボールねなかなか見つからないんですよ。基本が4ですね。これその4に対してさあどうやったかって言ったら、まあ、4.5 ぐらいか、ピンアクションは 4.5。 はい、で今回柄ですね、柄、赤と紫かな、2色に緑の G が入ってます。まあまあまあ普通、普通っちゃ普通、普通ですね。まあガラガラしてなくてまあいいんじゃないですか。結構いろんな人が投げれるんじゃないですかね。僕ガラガラしてるの嫌いなんでね、特に白が入ってると嫌なんですけど、まあね、まあ単色が一番好きなんで、まあ、これも4ぐらいですかね。で、匂いですね。匂いはね、めちゃくちゃフルーティーな香りがします。うん、フルーティーな香りする。何の匂いやろ、ちょっとカンニングしますね。フレグランスは、おっと、カリビアンコーラ、うん、ちょっとわからん、読まれへん。でもカリビアンは合ってそうな気がする、これ。はい、ちょっとね、まあカリビアンコ、ちなみにカリビアンコーラーやったとしても意味が分からへん。まあでもね、いい匂いがします。これはね、甘い感じのなんかフルーツ系の匂いですね。はい、好きです。そこそこいい感じだと思います。はい、どうですか。ちょっとカンニングしましょうか。曲がり度はでかい、あこの辺までいってるね。曲がり度とかね、曲がり方はシャープ寄りになってますね。あ、僕中間なんですけどちょっとシャープ寄りやから 2ぐらいかな。でスキットは出る、あ一緒ぐらいですかね。オイルの強さはまあ 4.5、 まあ似たようなもんですね。ピンアクションは一緒ぐらいですね。でまあ、この柄と匂いは僕が勝手にやってます。はい、とまあこんな感じで、ストロングバイト BG どうですか。えんちゃいますかね。これバイトってねなんか結構人気ですよね。ワイルドバイトがね出るまで結構長いこと空いてたんですけど、ワイルドバイトが出てから、まあ、スーパーバイトが出てなんかいろいろバイトが出てみたいな感じでちょこちょこ出てますよね。はい、でね、まあこれコアが一番強いんで今のところいいんじゃないでしょうか。はい、結構ねしっかり動くボールとしてはとてもいいボールやと思います。はい、これを今度のシーズントライアルにも持っていこうと思います。1月の23日、星ヶ丘ボールさんで桑田カップ2020のコンディションで
僕の好きな星ヶ丘ボールさんなんですけど、去年はなんとすごい成績だったのです。なんとか頑張りたい。はい、去年のシーズントライアルの冬バージョンはもう思い出したくもない。今回はねちょっと頑張っていきたいと思います。はい、そのためにもこのストロングバイト BG 君に頑張ってもらいたいなと思います。ちなみに2020年ですけど、ここの数字はまだ2019年みたいです。作ったのは2019年ってことですね。知ってました？これね、ここのシリアルナンバーっぽいやつね、この19ってなってるんですけど、これは作った年の番号です。なんでもうそろそろ出てくるやつは 20になってると思います。はいはい、とまあこんな感じで今日はこの辺で終わりたいと思います。はい、ストロングバイト BG、 皆さんもねぜひ投げてもらいたいなと思います。それではね、今日はこの辺で終わりたいと思います。チャンネル登録ぜひよろしくお願いします。ありがとうございました。